プルコボ航空612便墜落事故。プルコボ航空612便墜落事故。プルコボ航空612便墜落事故とは、2006年8月22日、モスクワ時間に、ロシア西部の都市、アナパ発サンクトペテルブルク行きプルコボ航空612便、スポレフツ -154? 機体番号、RA-85185 が、 ロシア国境に近いウクライナ東部上空を巡航中に墜落した航空事故である。この事故で乗客160名、乗員10名の合わせて170名全員が死亡。612便はサンクトペテルブルクに本社を置くプルコボ航空によりロシア西部の都市アナパ発サンクトペテルブルク行きの定期旅便として運航されていた。612便は ソ連時代に製造された、スポレフツ -154 型機、機体番号 RA-85185 で、プルコボ航空により運航された。同機は、直前の運航の後に、燃料の補給等はせず、予定された通りに、アナパを離陸した。プルコボ航空機は、アナパを予定通りに出ました。必要な整備はすべて必要なだけ行われていましたと、の支配人は答えた。 記録によると、機体は1992年に新造されたもので、事故までに累計24,215時間飛行した。同期は2001年にプルコボ航空が購入するまで中国の四川航空が所有していた。操縦士は12,000時間以上の飛行経験を有し、ツポレフツ -154 型機の操縦経験はそのうち6,000時間であった。 ロシアのテレビ局チャンネル1の報道によると、プルコボ航空612便は、モスクワ時間火曜日の15時37分に SOS 信号を送信し、2分後にレーダーから消失した。当初612便は、ウクライナ東部のドネツクの北方をおよそ 45km の地点に墜落したとされた。捜索の結果、機体はツコボルカ村近郊で発見された。 プルコボ航空の副運航主配人は、612便は、高度を飛行中に SOS 信号を送信し、高度を急激に下げた後、2回目の SOS 信号を送信した。その時の高度は出会った。と語った。それ以外に612便からの更新はなかった。約260名のレスキュー隊員が、当局によって閉鎖されていた墜落現場に到着した。 現場には残骸と遺体とが長さ400メートルにわたって散乱していた。レスキュー隊は翌水曜日に登場していた170人全員の遺体を収容したことを確認し、遺体の捜索を打ち切った。墜落時の激しい衝撃と墜落前の火災のために現地で身元が確認される犠牲者はごく少数だろうと、レスキュー隊員たちは語った。 ブラックボックスの捜索は夜に一度中断されたものの、翌朝フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの両方が回収された。ブラックボックスは解析のため首都モスクワに送られた。612便の墜落は現地の農夫と雨宿りの場所を探していた若いカップルにより目撃されていた。飛行機が空から落ちてきて地面と衝突すると同時に爆発し、激しく燃えた。 たくさんの人がシートに座ったままの状態で機体から投げ出されたのが見えたが誰一人生存していないようだった。と取材に対し答えた。また、事故は墜落現場の近くの住人によって携帯電話のカメラで撮影されていた。事故の直前に操縦士が管制官に激しい乱気流に遭遇している旨を伝えていたため、初期の報道は612便が落雷を受けた。 可能性を示唆した。近郊の町の住人によれば、事故発生時の現地は、地上において、携帯電話の電波が中断されたり、時折停電が発生するほどの悪天候に、見舞われていた。現場に到着した、警察官は、当初、612便が落雷の直撃を受けて、機内火災を起こしたのではないかと推測した一方で、事故調査委員は、初期の調査結果に基づいて、 612便がスポレフツ -154 四型機の設計最大飛行高度を超過する高い高度まで上昇したためにフラットスピンに陥って操縦不能のまま墜落した可能性を示唆した。当初プルコボ航空は612便の乗客は2歳未満の乳児6名と12歳未満の子供39名を含む159名と発表した。後ほど同社は 自社ウェブサイトにおいて短い声明を述べ、160名の乗客と10名の乗員全員の名簿を公表した上で、612便に搭乗していた人数が合計170名であったことを発表した。乗客の160名のうち45名は12歳未満の子供であった。ただし、乗組員が管制官側に対し、搭乗者数は乗員11名と子供40名を含む。 乗客160名の合計171名であると報告していたことを報道しているメディアもある。事故調査員は人数の食い違いは現段階では説明がつかず正確な調査が完了するまでは時間がかかるとの見通しを示した。プルコボ航空のウェブサイトはこの事故に関連し全面改変された。ロシア連邦非常事態省も 同省のウェブサイトにおいて612便の搭乗者名簿を公表している。なお、同省はテロの可能性を否定している。発表によると、乗客のうち20名はサンクトペテルブルクを経由して、同国ムルマンスクへ旅行する途中であった。その他の乗客のほとんどは、夏の休暇を終えて自宅へと戻る途中の家族たちである。ロシアのウェブサイトストロナ。 RU は乗客のうち2名はドイツ出身、1名はオランダ出身、1名はフランス出身、1名はフィンランド出身であったと伝えている。プルコボ航空はこれら5名の乗客はいずれもロシアとの二重国籍を有していたことを明らかにしている。ウクライナは事故の犠牲者を追悼するため8月23日を国家服務の日とし、 さらに同国15回目の独立記念日の式典を8月24日から8月26日に変更し、式典規模も大幅に縮小された。ロシアも8月24日を国家服務の日と定めた。事故現場に到達した事故調査委員は171名分の遺体と1人分の遺体の断片を発見したが、これは航空会社及び ロシア連邦非常事態省が発表した乗客名簿の人数に一致しない、事故調査委員会は現段階では理由は不明であるとし、さらなる調査が必要であると語った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。